んにちは、平山茂でございます。今日は6月21日夏至の月曜日ということで、現在時刻は6時21分。あらあら、たまたまです。たまたま6時21分でございますね。6月21日夏至ということでね。いやー、皆様本日もお疲れ様でした。お疲れ様でございます。ちょっと太陽がすごいですね。ピッと、わあすごい。いやー、さあ今日も仕事終わりました。皆様も本日ね、本当に仕事始めという方、週の仕事始めという方、お疲れ様でございました。ああ終わった、もう大丈夫、もう今日が終わったら大丈夫だ。帰ったらね、ロト6が発表されてますよ。ロト6が発表されてます。今日はですね、ロト6、まあ毎週月曜日ね、ロト6買ってるんですけれども、暗いですか顔が。まあ今日はね、夕日を見ながら行きましょう。毎週月曜日ね、5口だけ買っております。5口だけ。いやー、ちょっとね、このロト6企画を始めてまあ何ヶ月か経つんですけれども、まだ一度たりとも5等1000円すら当たっておりません。本当に申し訳ございません。本当に申し訳ございません。かー、いや、実はあの今日もですね、買ってるんですけど、ちょっとね、今日はね、自信がないです。全然自信がない。当たる気がしない。全然当たる気がしないです。まあ、そういう時ほどね、当たったりするのかもしれません。うん、私はとにかくですね、必ず1等を狙いたいんです。もう2等じゃダメ。2等はもう最低です。最低で2等。絶対ね、1等の奥を当てたいんです、私は。絶対に。じゃないとね、もうやってる意味がないんです。もちろんね、2等でもいいかもしれませんけど、もう話長いですね。さあ結果発表いきましょうか。もういいですね、私が1等じゃなきゃダメだっていう理由はもうどうでもいいですね。とにかく結果が知りたいと思うので、結果発表いきたいと思います。それでは、いきます。結果発表です。結果発表です。結果発表です。いきます。1596回6月21日1等なし。いきますよ、いきますよ。2等が7口1400万。ダメだ。2口も3口も大外れでございます。すいません。また来週、また来週頑張ります。大丈夫、大丈夫、大丈夫、また来週。本
本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。